負けられぬ戦いがある。なりましょう。
忍びだ。己、ここまでだというのか。家康殿、覚悟を召されよ。
家康殿はいつか。まったくこの親子は。観念されよ。やらせるか。乱世に後戻りはさせませぬ。あとは任せたぞ秀忠。終わりにしないか雪村。であろうな。チャチャ様、どうしてですか？絶対勝てた。うん、もう勝ってたのに。家康一人討ち取れば勝てる。その考えが甘いのです。あのまま砲撃を受けていたらどうなっていたか。それは、でも。戦は終わりました。それで良いでしょう。それこそ甘いですよ、チャチャ様。徳川がこのままで済ませるわけが。カイ殿、そこまでに。あなたにも、もはや用はありません。早々に大阪を去りなさい。城内を見回ってまいります。雪村様。どうした？血相を変えて。真田丸が、ちくしょう。第15章、兄弟。冬の陣で雪村は真田丸を根城に八面六臂の活躍を見せた。だがチャチャは早々に豊臣不利の和睦を結んでしまう。次こそはと軍備を整える徳川軍の前に、豊臣の面々は勝ち目のない戦いを予感していた。そんな状況にあっても雪村は諦めていなかった。徳川との決戦は避けられない、ならば最善を尽くし勝利を勝ち取るのみ。戦い抜く覚悟を決める雪村にチャチャはある命を下す。良い天気ですな。
お役目ですかな。良い天気ですな。これは、雪村様、お役目ですかな。なんか結んだのが間違いだったんだよ。勝てるところだったのに。あんた、それはもうやめなよ。カイ殿、チャチャ様のご用。見てられません。誰もそばによ。チャチャ様、どうします。いっそあのお姫様抱えて逃げちゃえば。何それ、すっごくいい。そのようなことは。ですよね。まずは情勢の把握とできる限りの軍備に努めるしかないだろう。みなよろしく頼む。雪村様。良い天気ですな。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。見回りを続けます。おう。得られぬ戦いがある。今の大阪城でどうすれば徳川を迎え撃てるか。ルッシュ、
なんだよ。Sanada。
そうか。これだけ。やっ。一人。やはり徳川がこのままで済ませるとは思えません。決戦は避けられないものでしょう。大阪城の状態は危ういですが、野戦にて。雪村、あなたには使者を命じます。は、使者でございますか。今日に徳川との仲立ちを務めてくれる者がいます。その者と打ち合い、良いように計らいなさい。お言葉ですが、チャチャ様、今さらそのような。これは主命です。いいですね。直ちに立ちなさい。はは。チャチャ様より使者を命じられた。これより京へ向かう。徳川との交渉って今更何の話だよ。降伏するとかじゃないよね。分からぬが、主命は主命だ。行ってまいる。はい、早速準備を。いや、こたびは。え、危ないですよ。なるべく人目につかぬのが良いと思う。それより大阪を手薄にすることの方が気がかりだ。留守を頼む。そう言われちゃったらしょうがないけど。承知している。はい。使者の方がこちらでお待ちだと聞いていたが。久しいな、雪村。兄上。ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。はい。ならばこれを渡しておこう。無用に願います。そうか。父上と私がため、兄上は一人過酷な道をお選びくださった。申し訳ございません。真田の覚悟、これにあり。はい。息災でな。兄上も。
チャチャ様、真田幸村、ただいま戻りました。兄との対面の場をご用意いただきありがとうございます。妨害の喜びでございました。これで心置きなく戦える、そう言いたいのですか、チャチャ様。私はそんなことのためにあなたを行かせたのではありません。承知しております。チャチャ様はそのまま私に兄を頼って落ち延びさせようとお考えだった。分かっていてなぜ戻ってくるのです。私は無論チャチャ様をお守りし戦うためです。バカなことを。うつけですか、あなたは。はい、面目ありません。されどチャチャ様が諦めておられないように、私もまた勝利を求めて戦う。諦めていない。はい、チャチャ様が本当に諦めておられたら城を捨てて逃げるなり家康殿に降伏する。しかしあなたはそうはなさらなかった。最後まで諦めず戦い続ける覚悟が終わりだからです。長政殿やお市殿がそうなさったように、あなたは生きることを諦めない、そうした強さを求めておられたはずです。そうでしょう、チャチャ様。無論です。家康殿がいかに大義を掲げようと、私は私の大切なものを守るために抗います。はい、そのために力を貸してください、幸村。はい、必ず。ありがとう、幸村。弟幸村を本意させることはできませんでした。力不足、誠に申し訳ございません。さようか。よく言う、初めから寝返らせるつもりなどなかったくせに。いでただユキムラは死に場所を求めておるのか。いいえ、そうではありません。弟にはただ譲れぬものがあるだけです。家康様の大義も太平への思いも全て理解してなお捨てぬもののため幸村は戦うでしょう。そうか、ならばそれを踏みしだく痛みも私が負わねばなりませんな、秀忠。うん、太平を守りゆく務め、お主らに何としても果たしてもらいたい。はっ。第十六章、夏草。慶長20年夏、家康は15万もの大軍を率いて大阪城を包囲する。対する豊臣の兵はわずか5万。まさに玉砕覚悟の絶望的な状況であった。それでもその男は諦めない。闘志に燃える僧帽には一片の悲嘆もなかった。狙うは徳川家康の首ただ一つ。戦国最後の戦いがついに幕を開ける。商品です。
またお引き立てを。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。雪村様、いらっしゃいます。新商品です。またお引き立てを。いらっしゃい。新商品です。またお引き立てを。見回りを続けます。いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。城の状態を考えるに籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。そうか。真田幸村。はいはい、やりゃいいんだろ。私と共に行こう。さて、そんじゃ行きますかね。雪村様。そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村さん。何改まってんの。別れの言葉みたいなのはいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよね。雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんた、それ自分で言う？
やはり言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私の元にいてくれたこと感謝している。雪村様。だから今更だって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああそうだ。さあ行こうぜ。霧のために足並みが揃わなかったとはいえ、こうまで戦況が悪いとは。我が軍略放っておけば味方はそう崩れた。急ぎ前進するぞ。将ならこの霧に乗じて雪村様はやらせねえ。うちらが家族なら、あんたは私の弟か。こっちから願いさせろ。種切ってんなら雪村様の姉上みたいな。やっと出番か。おう、うっせえな。もう仕事しろよ。敵将打ち取ったり。豊臣に後藤又兵衛あり。俺がおる限り大阪城は落ちぬぞ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。奴を討てば伊達の武名の上がろう。伊達全軍進撃せよ。狙いは又兵衛が首じゃ。敵は豪将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。武名に落ち着いては奴らを思うつもじゃ。ならばわしが出る。上がりっと。開門。かたじけない雪村殿。しかしまだ小松山には又兵衛殿が。ここはお任せろ。急ぎ退却を。これはなんて無様だ。自粛せろ。伊達の小アッパが来よったか。土産にその首見ていく。バカめ。貴様のような戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊打ち方始め。雪村、後のことは任せたぞ。敗北条件変更。またメイド。我らに到着が遅れたばかり。勝永殿、ここはお引きください。信頼は私が務めます。雪村殿、まさか死に覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私は茶々様をお守りせねばなりませんから。毛利勝長と明石手積は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。敵の指揮を取るのは政宗殿か。これはやはり捨ておけない。十分時間は稼げたか。すすきだ早殿将の死にざまを見ようや。終わり。開門。
だ。好きだ金助、バクローブチのこと気にしてたんだ。武士ってのはこれだから。叩きは取ってやるよ。北東にて討ち死に。重成殿はでもなんてことだ。敵の逃げ足が落ちたぞ。今のうちに追いつけ。重成殿の無念を思うなら賭けよ。この場を生き抜き、次の戦に備えるのだ。そうだな、雪村殿。一人でも多く大阪城に戻ることが肝要。敵はまるで崩れない。これじゃ追いつけないぞ。危ないところでした。助かりました。感謝いたします。別に、俺は仕事をしただけだよ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。開門！関東勢百万と総来、男は一人もなく候補。おとなしく引いておればよいもの。こうたるもまた大軍をものともせず、敵陣を目指すか。バカめ！上がりっと。
ましょう。お前など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言っていい草、そりゃ恩をあだで返してるけど、せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにってらしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ、だから行くよ。来い。負けられぬ戦いがある。負けられないのは私も同じです。では出陣いたします。はい、武運を祈ります。雪村、茶々様はずっと大阪でしたね。この戦が終わればどこか行きたいところはありますか？そうですね、考えたこともありません。いいですね。南国は私も行ったことがありません。いっそ本当にしからば。はい。この大軍を突破すれば徳川本陣にはたどり着けん。目指すは街道先の突破口。作兵衛、そなたはここに残り雪村様の退路を守るのだ。はい、俺に任せてください。にあの方らしい最後です。又兵衛殿こそ一代の豪傑でした。死ぬなよ兄貴。雪村様より場数は踏んでおります。そう簡単にはくたばりませんぞ。あいつ戻ってきませんね。この大事な時にどこで油売ってんだ。そなたの活躍を見ればいても立ってもいられなくなるのではないか。そうですよね。よし、見てろ、サスケ。まさに火の元一。いえ、何でもありません。雪村は茶臼山のあたりで奮戦。大筒で味方を支援するぞ。
日の本一。いえ、何でもありません。こういう時こそ忍びにお任せ。どうだろう、サスケ。小賢しい真似を。散発的な砲撃では敵の脅威になどならん。もはや恐れることはありません。私が止めてみせます。大筒陣地を正面から攻めるは至難。私が潜入し裏手の門を開け放ちましょう。開門。押し通る。真田の忍びが入り込んでいたか。逃がすな。切れ。重藤、すまん。急げ。私に豊臣家の府中となろうが、これも太平を守らんがため。ならばその覚悟をお見せなさい。チャチャ様、止めはしません。でも無茶はダメですよ、絶対。あなたが言うのかしら、カイ。さあ参りましょう。支援どころか、この不始末我ながら情けない。これで味方の被害も抑えられます。雪村、どうか無事で。幕府軍先鋒を任されたこの身、断じてここは通さぬ。開門。
ぞ真田の戦ぶりを。武士こそこの戦の火種ぞ。開門。わしとて豊臣を思えばこそ勝利を我が手に。誰か。雪村殿を討ち取ろうと敵の戦意は旺盛。何か策を講じねば苦しいことになりそうだ。合流されるとちょっと弱いかも。浅野隊の接近は好都合とも言える。長明殿が裏切ったと噂を流すのだ。敵将討ち取ったり。勝利を我が手に。しちゃった。チャチャ様、すみません。カイ、どうか無事に落ち延びて。まさに日の本一。いえ、何でもありません。今日の首など目当てではない。道を開けよ。開門。せいもの。雪村殿、突破までもう少しだ。え、ご油断召されるな。出過ぎじゃバカめ。チャウス山はもぬけの殻。チョウソカメとアカシを狙う絶好の機会じゃ。我が軍略を見よ。敵将討ち取りました。おお、チャチャ様を自ら。かたじけのうございます。いけない。雪村の突撃で空いた隙を突かれてしまいました。怖いけど俺がやるしかないんだ。足軽風情が物陰に潜んでおったのか。政宗様、乗れゲロ。雪村様、これ役に立てたか。作兵衛、我が軍略を見よ。開門。様を踏み台に竜は天に昇る。真田の意地を見たか。あらまあ、張り切ってらっしゃること。どうにか退けられました。
茶茶様のお手を煩わせ申し訳ございません。あとは雪村殿が突破されることを願うのに。雪村、できませぬ。来るか、雪村。真田の覚悟ならば全身全霊で応えるのみ。敵将討ち取ったり。上杉の揺るがぬ気こそ私の生きるしるべとなってくれました。お前の生き様こそいっそのものだ。私はこんなところで。これが真田の戦ぶりよ。敵将討ち取ったり。金勝様、金継ぐ殿、ごめん。よし、先を急ぐぞ。勝永殿は茶々様をお守りし大阪城にお戻りあれ。雪村殿、それはこの先は少数で突き進むのがよい。茶々様のこと
くれぐれもお頼みいたす。負けられぬ戦いがある。みんな、大阪城に退避できたようだな。されば、目指すは徳川本陣。雪村様、あっしも行きます。どいていったら勝っちゃいますよ。あなたの戦こそ我が生涯、いつかまでもお供しますぞ。よくぞ申した。ならば徳川に存分に馳走してやろう。本陣は近い。行くぞ。死の果てまで追いかけてやるわ。後方から追いすがる敵が、雪村様の邪魔をする気か。無粋な連中ですね。あっしにお任せを。奥川に歯向かう届け者へ、さような個性でこの包囲を突破しようなどと。この程度で囲んだおつもりか。我が槍でたやすく切り裂いてみせよう。これ好きの大器、その傷で戦うのは無理だ。今はその場を引け。ならば傷を手当てして戻ってまいります。雪村様、それまで死に召されるな。真田の意地を見たか。あれは敵の伏兵部隊。潔く雪村様に知らせを。真田の石膏か。即刻切り捨てろ。雪村様、ご武運を。殿、今からそちらに。ナイヒ、かたじけない。そなたの知らせがなければ敵に囲まれていた。来られたか、高虎殿。重内、内紀、家臣の仇は取らせていただく。ほざくな。貴様の意地が奴らを殺したのだ。貴様の意地がチャチャ様を。愚弄なさるな。我らの生き様。
ここまで安くはない。ナイキ、そなたの戦果のおかげだ。ナイキ、そなたの戦もあの世から見届けよ。雪村の首を上げ、一番の手柄とせよ。我が道を阻む者、すべて打ち倒すのみ。
私はまだこうして立っているぞ。真田の覚悟、貴将討ち取ったり。これにより死ぬわけにはいかない。一旦聞かせてもらおう。傲慢と言わばゆえ、この主に意地を踏みつけに、私は太平を守る。真田の意地を見たか。開門。どうした、ここまでか。ならば先に行かせてもらう。ごときに天下の御政道を司る将軍の相手が捕まるか。わしが叩き潰してやる。本気で見定めるだけの予定は、大金星と刀交えるためにさらなる覚悟。さっき戦のような不覚は取らん。この度は援軍を呼んでおるからな。その分も働かなきゃいけないんで。
よい。雪村様。よいのだ。私は
中将無限。大阪夏の陣で雪村は徳川の大軍に果敢に立ち向かった。絶望的な状況にあってなお戦い抜いた彼の姿は人々に強い感銘を与え、真田日の本一の強者と称えられた。大阪落城から数年、二代将軍秀忠のもと天下は太平を謳歌していた。真田の当主として上田を治める信行もようやく訪れた平穏をかみしめる。そんな中、町にはとあるわらべ歌が流行り始めていた。いまだに夢なのではないかと考えることがあります。戦のない世が本当に訪れただなんて。私もだが、これは紛うことなき事実。家康様をはじめとする皆の尽力が導いた太平の世。はい、できることなら家康様にこの太平の世をもっと。と安心されたのだろう。もう休ませて差し上げなくては。はいはい、そうですね。でもそれは信行様も同じではありませんか。私が。はい、城下の暮らしも安定しております。もっと自由に過ごされてもいいと思いますよ。そうか、考えたこともなかったが。信行様、お疲れ様でございます。そなた。あちこちブラブラしておりましたが、つい懐かしくて立ち寄ってしまいました。私もそうだ。ここで初めて信行様と雪村様にお会いしたのがつい昨日のことみたいですよ。そりゃ言い過ぎか。最後まで雪村を支えてくれたこと、礼を言う。いえ、むしろ私やあいつの方が雪村様に支えられていたんです、きっと。そうか。はい、ううん、それも違うかな。支えられて家族って言ってくれたから。今でも真田を家族と思ってくれるなら戻ってこないか。
忍びとしてもう一度使えろとは言わない。ただそなたの家だと思ってくれればいい。でもご迷惑がかかります。足はこれでも豊臣の落ち武者ですぜ。そんなことはどうとでもなる。それに迷惑をかけてかけられて、それも家族だ。雪村様もご迷惑をおかけしました。父上もな。関ヶ原の後は本当に苦労したぞ。ですよね。またお世話になります。ああ、お帰り。姉上。あらあら信行、どうしました？神妙な顔をして。少し栗言を述べてもいいでしょうか？もちろんです。いくらでもどうぞ。時々考えてしまうのです。もしあの時犬伏で父上や雪村と同じ道を歩んでいたらと。そうすれば真田は滅んでいたでしょうね。はい、けれど真田が二つに割れることもなかった。姉上に寂しい思いをさせることも。いえ、これは言い訳です。姉上にかこつけた。申し訳ありません。構いません。寂しいのは本当のことです。あなただってそうでしょ、信行。はい。父上や雪村に会えないのはとても寂しい。けれど真田は割れてしまったのですか？うん。たとえ進む道を違えようと、家族は家族です。姉上。はいはい。昔雪村に自分ができることをなさいと言ったことがあります。あの子はその通り、自分にできることをただ懸命にやり抜き、駆け抜けていきました。そんな雪村をあなたは幼い頃からずっと見守り支え続けてきた。姉上、二人とも本当に良い子。私の自慢の弟たちです。お役目ですかな。
かですな。異常ありません。おお。これは信行様。信行様。あれ、信行様。そなたはカイ殿だったか。はい、生き残ってしまいました。何よりだ。雪村もきっと喜んでくれる。はい、ホム、カイと雪村の知り合いか。知り合いも何も、雪村様の兄君だよ。なんと。真田信行と申します。カイ殿、こちらの方は。明智光秀の娘じゃ。弟子には世話になった。ほほう、そうでしたか。チャチャ様を通じて。うむ、思えばチャチャは雪村と大手から変わった。心の支えであったのであろうな。絶対認めないでしょうけどね。素直ではないからな、チャチャは。そこが可愛いのじゃが。私が何としても大阪城から連れ出せていれば。それは難しいことだったでしょう。そうですけど。チャチャは死んではおらんぞ。ちょっと。約束したのじゃ。太平になったらまた二人で遊びに行こうと。あんた、だっちは約束を破らぬ。じゃからわらわはずっと待っておる。待っておるのじゃ、チャチャ。うん、そうだよね。みんな、良い天気ですな。異常はありません。おお、信行、貴様も来ておったのか。これは皆々様お揃いで。うむ、都は江戸に移ったとはいえ、大阪が重要な拠点であることは変わらないからな。私も景勝様のお供をして参上した次第。そうか。ところで信行、妙な噂があるが、貴様は承知しておるか。噂？よせ、政宗。こやつは当事者じゃ。知らぬ間にはめられるよりはよほどよかろう。一体何の話だ。関ヶ原の折のことよ。秀忠様率いる4万の軍勢を真田が上田に釘付けにしよった。これはまた懐かしい話だな。それが今さら何の。あっぱれな真田の戦ぶりと世間では褒めそやされているが、秀忠様がわざと手を抜いていたという噂がある。お父上への逆進があったとまでな。バカバカしい。さような噂、大逆の。まだあるぞ。真田が取り潰しにならんのは、その秘密を共有しているからだとな。聞くに耐えぬ。まったく、真田存続はひとえに信行殿の功ゆえに。天下の伊達政宗公がさようなくだらぬ噂を真に受けるとは。なんじゃと。ことは真田への忠誠で済む話ではない。秀忠様のお立場が危うくなる。そういう話に持っていきたがる輩がいるということか。それを言いたかったのよ。この太平がつまらぬ噂で崩されてたまるものか。
お前が秀忠様と懇意なのは事実。気をつけておけ。気にすることはないぞ、信行殿。信行殿の疑心、疑う方がどうかしている。ありがとう、兼継殿。上杉の知性はいかがか。努力あるのに。楽とは到底言えぬが、家中一同力を合わせて尽くしておる。心配無用。そうか。大阪に来ると雪村を思い出す。影勝殿。さようですな、影勝様。雪村の勇姿、この目に焼き付いて離れませぬ。信行殿、あなたにも見せたかったが、いや、やはり困るな。我らが古典版にやられる姿など。まさに日の本一の強者。恐れ入ります。弟も喜びましょう。良い天気ですな。忙しい忙しい。良い天気ですな。お召しに従い参上いたしました、秀忠様。ああ、久しいな、信行。ご無沙汰してしまい申し訳ございません。少し顔色が優れぬご様子。将軍などなるものではない。つまらぬ気苦労ばかりで何の役得もない。そういえば信行、知っておるか、こんなわらべ歌が流行っておるのは。花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて。はい、何度か耳にしたことは。しかしまさか秀忠様まで。雪村の人気は大したものだ。これではどちらが勝ったやらわからぬ。だがそれも無理からぬこと。あの槍を受けた衝撃は今でも忘れられぬ。まさに日の本一の強者。お主の弟は大した男であったよ。ありがとうございます。されど秀忠様、そのような昔話をされるために私をお召しになったのではありますまい。やはり上田攻めの噂が元でご心痛なのではありませんか。自業自得よ。こうなれば潔くな。なりません。どれだけ引き際がよかろうと、この噂を認めてしまえば徳川の屋台骨が揺らぎます。ようやく訪れた太平を崩すようなこと、断じてあってはなりません。雪村のためにも。ならばどうせよというのだ。真田へのご恩情がこたびの流言の原因ならば、真田に厳しく当たられればよいのです。上様はやはり上田の恨みを忘れておられぬと。待て。天保などが妥当でしょう。因縁の上田を召し上げたとあれば。待てと言っている。太平のためでございます。私は父上に何一つ及ばぬが、たった一つだけ自慢できることがある。それは友を得たことだ。そのただ一つの誇りさえ捨てねばならぬか。太平とは
それほどのものか。もったいないお言葉。それだけで信行は十分報われております。父上がいかに重いものを背負っていたか、ようやく分かったような気がする。秀忠様、私も激怒したふりをしてみせ、天下を欺きましょう。私とてそれぐらいの芝居はできます。私は真田昌幸の息子ですから。互いに難儀な父を持ったものだ。まことに。真田信幸、上田を召し上げ松代への転封を申し渡す。それは慎んで受けたまわります。嬉しいですね。そうだな。花のようなる日で頼様を、鬼のようなるサナダが連れて。引き物いたよ、鹿児島へ。信行様、この声は。信行様、雪村、雪村。